2015年5月11日、日本メディアの全国世論調査で、中国が主導して設立されるアジアインフラ投資銀行 AIIB に、日本政府が米国と共に参加を見送っていることを適切だと答えた人が 73% に達した。そうは思わないは 12% にとどまった。中国、三光消息、電子版が台湾中央社の報道として伝えた。参加見送りを適切だとした人は、安倍内閣を支持する人で 80%、支持しない人でも 63% を占めた。この話題について、中国のインターネット上には反発の声が多く寄せられている。中国が主導するもの、または中国に有利となるものには、日本人は決まって反対する。普遍の心理さ。中国が日本の参加を望んでいるかのような論調だが、我々は歓迎しない。米国の参加は検討しても良い。だが日本はダメだ。そうして初めて AIIB は意義あるものとなる。習近平総書記の指導の下、国は富み、人民の生活は豊かになるばかりだ。主人である米国が参加しない限り、古文、日本の参加はありえない。